なんか体が重いな。暑い。なんかすっきりしたもの作るか。こちらでスポンサーさんの紹介です。心地を美しく、オルビスさんがお送りします。すっきりしたものね。冷蔵庫の中何入ってるかわからないしな。なんかフルーツっぽいの買った気がするんだけど、何にしたんだっけ。あ、そうだ、アサイーとミックスベリーだ。二日酔い女子がインスタ映えの王道を走ることになるとはね、なんてことだ。まあ2ヶ月かけて書き上げた原稿をやっと提出できたんだから、昨日の飲みすぎぐらい許しておくれ。体は重いのになんだかウキウキしとるんじゃ。アサイーボールって何が必要なんだっけ。バナナと豆乳と、あとグラノーラだ。買って満足しては冷蔵庫に放置してきたヘルシーすぎる君たちよ、今までの無礼をお詫びして美味しい朝ごはんに作り変えてあげようじゃないかってね。豆乳とか冷蔵庫にいるだけでなんか尊いからな、そのままにしがち。まずバナナ半分と豆乳をミキサーに入れて混ぜていきます。正直残りの半分も今すぐ食べちゃいたいところだけど、最後の飾り付けに取っておかなきゃいけないらしい。そう、間違っても食べちゃいけないんだぞ、甘みや香りって言いながら、あ、ちょっとかじってしまった。まあ見ないふり見ないふり。次にバナナの入ったミキサーに豆乳を 100cc 投入というダジャレでは決してないのだが、たまに無意識にこういう事件を起こしてしまうことがあって本当に恥ずかしい。布団があったら今すぐに入りたい。とりあえずボタンを押していきます。さて、ここで本日の主役の登場、アサイーさんです。拍手。すごい色してるなーってインスタ見ながらよく思ってたけど、本物もやっぱりすごい、鮮やかすぎる。これをミキサーに入れてグイングインいきます。スムージー状になるまでひたすら回していく。話は変わるけど、何かが回転する表現っていいなーって最近よく思う。例えば時計の針が回るとか、コインランドリーのドラム缶が回るとか、スプーンでコーヒーのミルクを混ぜるとか。人生ってちょちょいって足広げてスキップすればどうにかなったりするけど、転がってでも前に進みたいっていう熱い感情にやっぱり共感するし、すっごく応援したくなるじゃん。そんなことを考えながらミキサーのボタンを押していたら、なんだかこのアサイーが愛おしく思えてきた。私もちゃんとしなきゃな、なんてね。いい感じにスムージー状になったらボウルに出してみる。あとはインスタ映えするように綺麗に飾り付けをしていくだけ。もうほぼほぼ完成と言っても過言ではない。正直映えなんてどうでもいいし、もう食べちゃいたいけど、せっかくだからもうちょっとだけ頑張る。ああ、やってしまった。神は細部に宿るし、おしゃれは真似るところから始まる。しっかり精進せねば。さっきかろうじて残したバナナ半分、3分の1を薄切りにカットしていきます。チョコパフェに乗ってる薄切りのバナナみたいな、ああいうの大好き。話は変わるけど、アサイーのバナナと人生はよく似ている。ミキサーに突っ込んだバナナと映えのために用意された薄切りバナナが両方現実世界に存在しているのと同じで、外見と内面は案外同じもので構成されていたりする。だから無理にアンチエイジングなんてしなくても、時の流れに抗わずのびのびと生きていれば、外見もおのずとそれについてくる気がするのよね。さてさて、一番大事なトッピングの時間が始まりました。まずはグラノーラを敷き詰めるところから。ここがデコボコしちゃうと、そこからの作業が難しくなってしまうので慎重に。その上からミックスベリーとバナナを並べていきます。こういう作業はなんだかセンスが問われている気がして、人に見せるのが苦手なのだが、今日に限ってなんかうまくできてしまったので、みんなに自慢したい。とりあえず1枚だけ写真を撮っておく。なんか最後忘れてるなーって思ったけど、そう、蜂蜜。蜂蜜に含まれてるブドウ糖はアルコール分解による低血糖を解消してくれるらしいし、果糖はアセトアルデヒドっていうので何か分解してくれるらしい。間違ってる気もしなくもないけど、やっぱり蜂蜜はすごいってこと。色がいいね、光ってる。出来上がったアサイーボールを崩さないようにテーブルに持っていきます。爪の甘さは時にメンタルを崩壊させるから、慎重に慎重に運んでいきます。はい、完成。圧倒的に体にいい朝ごはんが生まれてしまった。よーし、食べますか。あ、これ箸じゃないな、スプーンだ。インスタ映えよりも美味しさだよ、最高。
なんかすっきりしたから、もう一度布団に戻ろうかな。この番組は、心地と美しさを科学するオルビスさんの提供でお送りしました。明日は早く起きてランニングでもしよとかいう伏線を残してのまた明日。